僕は問題だと思ってるのは、うん、その IT ゼネコンの問題もそうだし、うん、すっごい非効率なんですよ。そういう会社が例えばファックスでしか受発注ができないかったりとか、うん、デジタル化が全然されてない、政府がまずそれができてないから、うん、まず雇用規制が日本は強いので、例えばアメリカってね、うん、ないわけですよ、うん、だからすぐクビにできるわけだし、定年がないのよ、年齢差別しちゃいけないから。だから日本って年齢差別はするわ、解雇規制は厳しいわで、そういうのが作れないんですよ。だから生涯現役みたいな人いないでしょ、バーンアウトしちゃうんですよ。まさに65歳とかで定年になった人ってバーンアウトしちゃいますよね。あれめっちゃもったいないですよ。せっかく使える人材なのに、枠組みも雇用規制が厳しいからできないんですよ。完全に雇用規制の問題ですよ。だから早期退職で40代とかで首切りしてあげてれば逆にいいんですよ。レイアップしたらもうそのまだ元気なうちに何か始めてっていうような感じで、そのデジタル化だったり人材の流動性の確保みたいなことが やっていかないとさっきの問題って多分解決できないんですよ。あとその効率化、ロボット化ですよ。あいつらがいるからロボット化は進まないんですよ。嫌な仕事をやっちゃってるから、スーパーのレジ打ちなんか嫌な仕事だと分かってやってるんです、私たちは社会のためになってるんですって俺はなってないと思うんですよ。あなたたちがレジで働くからレジは無人化できないんです。なんでかっていうと安い時給の方を選びます、経営者だって当たり前ですよ。外国人実習生制度があったらそっち選びますよ、そっちの方が安いんだから。だから外国人実習生制度も絶対廃止すべきだし、最低賃金を上げるよりもみんなが嫌な仕事を辞める方が早いです、うん、すごい今日本政府が問題視しているのが、例えば中国人留学生とかが日本の大学に来て、今の日本の法律だと半年経つと技術とかデータをもう扱えるようになっちゃうらしいんですよ、はい、でそれが元で中国にすごい技術が流出しちゃってる問題があるらしくて、すごい前から言われていたんだけど、なかなかいつやるって進んでなかったのが多分ここができたんで、それは多分やるんじゃないですかね。でもそれやられると今度は大学院が人材不足になります。来なくなるでしょ。あ、また中国からちょっと来なくなるかもしれない。ありますね。実際僕ら例えば大学と共同研究をしたりしてるわけですよ、はい、そうすると人材って大事なんですよ、優秀でやる気がある人材ってめちゃくちゃ大事なんだけど、それが留学生だったりすること結構あるんですよ。そうです。でそれを規制されちゃうと、だったら何とかしろ、日本人でもある仕組み考えろよって思っちゃいます、ね、だから日本の技術者の給料が安すぎるっていうのもありますけどね。そうだから日本の技術者の給料が安すぎるのはさっきの社畜問題にやっぱり関わってて、大手の企業だったら給料別に安くてもいいやとか、満足できない仕事がしててもいいやとか、なんかそんな感じになっちゃってて、優秀な人材を買い殺しすんの。いや、そうですね。何なんですかね。いや本当問題だと思いますよ。雇用規制の問題なんでしょうね。技術者でもあんまり他の人よりも給料をこう上げられないとかあるんじゃないですかね、多分。そう、終身雇用とか解雇規制の問題があって、優秀な人が大企業で買い殺しになってるケースは結構ありますね。だからそれでその人材のミスマッチングが起きてて、で留学生に頼るみたいないびつな状況になってて、それで技術流出がって言ってるんだったら、それ全部つながってるんで、韓国規制とかと。アメリカとかだと今そういう技術系だったらスタートアップで投資の方がむしろ大きなお金集められて、会社成長する前からメリットが大きいみたいな話も聞くけど、そういう形で日本もそっちにお金が集まれば。だからお金が集まるんじゃない、お金は集まるんだよ。あ、うん、お金は集まる、もうそれ断言してもいい、集まる、うん、日本にもスタートアップとかベンチャーが儲かるとかお金が集まるっていう文化はできてきた、はい、だけど人が来ない。人が来ない。人が来ないのの原因はそういう問題だと。もっと言うとマインドの問題だったりとか、親ブロックだったりとか、配偶者ブロックだったりとか、安心安定を求めてしまうみたいな。労働生産性という数値自体にこだわるって僕分かんないんですよ、うん、だから労働生産性を上げたいと思えば明日から最低時給3000円にしたらめちゃくちゃ上がりますよ。時給3000円にいかない人はみんな失業するから。失業すると優秀な人しか働けないわけじゃないですか、うん、働いてない人は労働生産性ゼロでカウントしないんですよ、うん、働かない人だから。稼いでる人しか稼げない国にしたら労働生産性めちゃくちゃ上がるんですよ。俺は意外といいと思うけどね。そしたらになんかベーシックインカム配って、うん、働かない人いいよ別に働かなくて。あ、長期的には僕はあそこ賛成です、うん、会社で働いてる人半分以上自分の給料のパフォーマンス出せてないと思う。むしろだからお前金払って養っているよみたいな、うん、だから正社員とその非正規雇用の人が全く同じ仕事をしてるけど給料違うみたいな場合って、うん、要は正社員の給料高い人も実は損してるわけじゃないですか、うん、社会じゃなくて会社がそのあんまり優秀じゃない人の部分の生活費を負担してるっていう、まあ、日本は構造としてありますよね、うん、そうそうそう。だからそこを削ぎ落とせば労働生産性はめちゃくちゃ上がるんですけど、うん、上げても
今度は失業者が増えて、なんか文句言う人が増えて、政治家って文句言われるの嫌なんで支持率下がるじゃないですか。そうっていうのが嫌なので、そこあんまり触れないっていうことになってるんじゃないかと。失業者がどんどん増えてもいいけど、働かない人たちが失業手当だったりベーシックインカムのをもらうっていう社会になれば多分すげえ上がるんですけど、うん、なんか日本人って働くのを美徳というか、働かないやつは悪いやつみたいなのあるじゃないですか、うん、俺悪くないよっていつも言ってんだからね、うん、だからなんか嫉妬も含まれてると思うんですよね、うん、ニートとかで別に親の金で食ってるんだったら親金持ちなんだから別にどうでもいいじゃんって気がするんですけど、うん、だからなんかそういう人たちが無理してなんかさ、つまんない仕事をさ安い時給でやるからさ、うん、コンビニのバイトとかさ、つまんない割にすげえ大変じゃん。で、時給はどんどん下がりますからね、うん、働く人が増えれば増えるほど。1000万って安いな。これで幹部候補生を採用するって、うん、応募する人日本人だけだと思う、うん、こんな安い金額でこんな人材来ないと思う。新卒で1000万ってのは高くないですか、それでも。新卒とかっていう概念ないから。もうそっか、こんな人材1000万で応募してくるの日本人だけだと思う。日本の飲食業界って競争力高い割に給料があんまり高くないじゃないですか。安いですよ、ね、安いですよ。激安ですよ。激安ですよ、ね、激安ですよ、うん、みんな海外に行って英語喋れねえと思うから行かないわけよ、うん、で飲食店の英語なんてもう中学レベル以下だよ。覚えることはほとんどないですよ、うん、まあだからこれ日本人しか来ないと思うな。日本人ってめちゃくちゃ安く採用できるんですよね。 IT 系でも今どんどん日本がアウトソーシング先になってますよね。そう、シンガポール行ってシンガポールにいる人たちと話してたら、うん、日本人ってもう採用できないよねって言ってましたよ。どうしてですか。英語喋れねえから。ああそうか、そういうことか、うん、てか喋れるくせに喋ろうとしないか からとにかく1000万円って安い、うん、そうか、それ1000万円でこんな人材を採用しようと思うことが間違い、うん、でこれ応募来てそうな気しません、かなり。いや来そうなんだけど、うん、もうあとちょっとですよ、そんな時代は。飲食業界はこれまで本当に安い労働力だったってことですよ、うん、それがベースで作られてましたってことですよ。経営者として何をやるべきかってもう完全に省力化なんですよね。人を減らす、うん、だって今の解雇規制の状況だったら人なんか取りたくない、ね、取らなくてもいいようなことにどんどんなってきてるから。そうだ、ね、できるだけもう今いるやつら減らせないんで新規を絞ろうみたいな話に多分なってくるし、僕なんかもまさにそんな感じで動いてるから。契約社員じゃないと怖くて取れませんみたいな。でも契約社員も別に取りたくないから、もういらないものは外注しちゃいましょうとか、うん、クラウド使いましょうとか、うん、そんな感じになってきますよ、ね、そしたらさらに沈みゆく日本になる。沈まないような会社が出てくるんですけど、分厚い中間層はできないです。だから今やってることは結果的にほぼ失敗に終わるんだと思います、うん、岸田さんの政策はもっと格差が大きくなる。その金銭的な格差。 SNS が普及しちゃった、特にインスタグラムとか普及したことによって単純労働にみんな行かなくなった。今もうだから本当に不足してて、地方ではそういう労働にみんな行かなくなったから、うん、若者たちも、うん、だったらなんか17ライブやったりとかゲーマーやってた方がいいなみたいな、うん、と若い女子とかはだいたいそういうとこ行っちゃうから、安易に17ライブとかで稼げちゃうから。単純労働がどんどん DX とかロボット化していく、うん、それでもクリアできなかったら金を上げるしかない、まあ、吉野家の牛丼ついに400超えましたからね、小麦の値段がめちゃくちゃ上がってきてるんで、意図しない形で新型コロナウイルスで DX とかは結構進んでるし、うん、そのインフレも進行してるみたいな状況になって賃金は当然上がらないわけですよ。この解雇規制で新しい資本主義とか言っちゃってる人いるから、確かにこれはもう企業としてはできるだけ人を雇わんどこうと思うわけですよ、うん、そういう規制をかけようとしてるから、それは経営者としては構えますよね、うん、ってなるとどうなるかっていうと、あんまり仕事してないニートみたいな人が増える。